コロンビア空軍コロンビア空軍はコロンビアの空軍。コロンビア軍の航空部隊は1919 19年に陸軍航空学校が設立されてから始まった。1916年9月7日法律第15号に基づき不評化、規定化、公平化、市長化の技術向上のため同じように海外に送られ、教育を受けることとなる。1919 19年12月31日法律。 第126号に基づき陸軍代後、航空連隊が創設され、航空学校も合わせて設立される。1922年に財政難のため閉鎖されたが、1924年11月8日にマドリードにおいて航空学校は再行される。1932年9月1日、コロンビアペリュー戦争が勃発し、空軍は初めての実戦を経験することとなる。 コロンビア空軍の作戦区域空軍総司令官の元以下の職位、組織がある。2007年時点で現役兵総員8600人、内徴収兵1900人。コロンビア空軍のエンブライル演武マイナス314、固定翼機回転翼機ミサイル、クリストファー・ラングトン、ミリタリー・バロンス2007、ラウト・レッジ。ありがとうございます。